はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。今日もやっていきましょう、モッティーのマインクラフト実況プレイ、よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、海底神殿近くの拠点に来ております。久々ですね、チョッパーくん。よろしくお願いします。ということでね、まあなんか若干、ちょいちょい細かいところとかがいろいろ変わってたりする。かわいいなぁ。よし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 。ね、してるわけなんですけれども、今日はですね、ここからネザーゲートを作って、で、拠点にうまーくいい感じに近道になるような、こう、ネザートンネルをつなげて、で、最終的にね、行き来が楽になるような感じにしたいなというふうな感じでやらせていただきたいと思います。ちなみに、よいしょ。多分前回より、どれぐらい進んだかな ?4、5段分ぐらいは削ったような気がするんですけど、でもまだ全然これからが一番大変なところなんでね。ちょっとまあまあちょいちょい、ゆっくりゆっくりまたやっていこうかなと。あ、せっかくだったらまあ生放送またやろうかなっていうふうに思ってるんで、まあいつちょっとやるかわからないですけどね。まあもしやるときは見に来ていただきたいなと思います。よし!じゃあとりあえずまずは、材料は一通り揃っているはずなので、どこにネザーゲートを作るか考えましょう。ここにしようか。ちょうど裏側だし、もともとこれあれなんですよね。整地してこの形になってるわけじゃなくて、もともとなんかこんな感じで、なってるんですよ。こういう形に。あ、ここにしようかな。したら、じゃあちょっと、ゲート置く雰囲気の形に整えましょうかね。そうしましょう。どうしようかな。ここにもうそのまま作っちゃいます?こうやって。しちゃいますね。いいよね。よし、トン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 、うん、うん。やだ、見た目がやだ。はい、よし、じゃあこんな感じにしましょう。また見た目重視に黒曜石ちょっと2つ多めに作ってみました。よし、大丈夫だよね。多分いけると思いたいんだけど、ちょっとあんまり自信ないんだけど、まあ行きたいと思います。丸石もね、しっかり2スタック持って準備しまして、早速行きたいと思います。ってやー!いいとこ出てくるよ。いいとこ出てくるよ。いいとこ出てくるよ。頼む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 よ。おーっと、しょっぱなから、あ!おっと、これは、イージーモードか?これイージーモード来たこれ?来たか?ちょっと待って、そしたら、ちゃんと丸石で囲みましょう。はいはいはい。まずは丸石でがっつり囲む作業。出してね、出してね。まあ、こんなところで、いいんじゃないかな。とりあえずね。よいしょ。まあ、最低限丸石をしっかり置いておければ、あとは後々自分でどうにかできますよ、みたいな。そんな感じではあるけど、どういう感じなんだ、これは。はぁ、ね、どうなってんだ?ちょっと、周りの把握をしましょう。あー、はい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 。多分、こっち側が、あれですね。こっち側にこの道をずーっと進んでいくと、おそらく、あそこ、雪原バイオームとかの方に繋がるんじゃないかなって感じですね。まあ、どっちにしろ、まあ、ここを下っていくことには多分なると思うので、まあ、なんかそういう感じの道を作っていこうかな。多分大丈夫そうだと思いますね。よし。じゃあちょっとこの辺を取ってきましょう。あ、いや。あ、そうとも限らないな、これ。あ、こんな感じになっちゃってるんだ。なるほど、なるほど。はい。と、ここもある程度適当に置いといて、で、ここの2マスを掘ると、ここに繋がるわけだ。あー、はい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 。これはあれですね。道中ですね。来る道中に繋がったので。あ、じゃあもう、そしたら、この辺になんかこう中継駅みたいの作って、で、こっからこう上がれるようにしといたらいいですね。ここなんか止めときゃいいですね。はいはいはい。なるほどなるほどなるほど。あ、やべえ。今日めちゃめちゃさっくり終わっちゃう。どうしよう。あ、どうしようかな。どうしようかな。とりあえず、とりあえず、あ、どうしよう。あ、どうしよう。一回戻るか。一回戻ろう。そしたら、どうしようかな。多分、
拠点に一回戻った方がいいですよね。ちなみにめちゃめちゃこんなんなっちゃってます。はい。よいしょ。一回拠点に戻って、必要そうな資材全部持ってきて、で、そこつなげる作業をしたらいいかなって感じだと思うので、そうしますか。そうしましょうか。じゃあ戻りましょう。一回拠点に。おい。あ、そうだ。海底神殿につながる、場所じゃないですか、今のゲート。だから、せっかくだったら、こういうの使ってみません？建材に。どうだろう？壊れちゃうかな？破壊されちゃうかな？これ使ってみよう、でも。使いたいよね。シーランタン持ってっちゃう？持ってっちゃう、持ってっちゃうよ。今のうちにガツガツ使っちゃおうぜ、みたいなね。プリズマリン。プリズマリン。これどっちがいい？プリズマリンと、これ、プリズマリンレンガ。皆さんどっちが好きですか？これと、これ。あー、どっちだろう。ネザー的にはどっちかね。なんか右の方がしっかりしてるし、左の方が自然感あるよね。あー、どっちかなー、これ。結構センス問われるね。右だな。右で行こう。あ、あとあれだね。段々になってるし、あそこ縦に線路引くつもりないので、階段にしようか。ってことは、何の階段がいいかな。石レンガかな、まあ、無難に。他に何か、まあ、いろんな階段が多分あると思うんですけど、ちょっと僕の知識であんまりいろんな階段の種類がまだないので、ちょっとまあ、石レンガの階段にしておいて、まあ、いずれ何かね、いい階段の種類があったら、見つけたら、じゃあちょっとこれ使うわ、みたいな感じにしようかな、というふうに思います。じゃあまあ、とりあえず、この二つのレンガ使って、じゃあ早速さっきのね、道のところの舗装に向かいたいな、というふうに思います。よっと。そろそろ、かな？あ、着きましたね。オッケー。じゃあちょっと一回回収して、で、ここが確か 4列にした方がいい、綺麗ですよね。ってなるとここが壁になるはずなので、ここにゲートを作っていく感じにしようかな。ちょっとなので一回ちょっとネザーラック適当にもらっといて、ちょっとそのネザーラックを足場にいろいろ組んでいこうかなみたいな感じにしようかなと思いますよと。あ、じゃあここが壁になるから、ここが壁になるから、ここに駅を作れってことだよね。そういうことだよね、俺が言いたかったことね。自分で言ってて何言ってるのかさっぱりわかんなくなっちゃってる。で、駅をぜひともこれにしようかなと思うんですよ、このシーランタンに。はい。で、あ、そうか。で、そしたら、ここにスイッチつければ、ここにパワードレール置くだけで OK ですもんね。また壊しちゃったな。旧式で。駅はね、ちょっといずれね、ちょっとかっこいい感じの、駅にしてみたいなと思うので、ちょっとそれはまあ、後々のことにしようかなと思います。よし、じゃあ反対側も同じ感じでやりましょう。ここに開けて、ここが駅ですか。パワードレール、ちょんちょん。あ、いいですね。OK、OK、OK、OK。いいね。なんかさ、これ良くない？この駅。めっちゃいいよね。かっこいいわ。すごい。多分めっちゃ壊れやすいんだろうけど、今触ってみた感じ。かなりいいですね。よし、じゃあそしたら今度は、今持ってきたこの大量のプリズマリンレンガ使って一気に並べていく作業ですか。いやー、頑張らないとですね。よし、じゃあ行きましょう。レッツゴー。先にここ閉じないとだよね。何やられるかわかんないもんね。よし。で、ちょんちょんちょん。で、あ、なるほどね。こんな感じ。はい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 。はいはいはい。あー、はいはいはい。わかってきたわかってきたわかってきた。ちょ、久々、こう開けてこうですね。あ、なんかすげえ久々にこう作るから、あ、どんなんだっけなって、ちょっと一瞬不安になったんですけど、まあなんとなく思い出してきましたね。んで、この段にしていけばいいか。したら、こうか。で、こうか。で、こうかな。よし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 。はい、ということで、完成いたしました。あ、ありがとうございます。第1号のお客さんですね。それでは、ご覧いただきたいと思います。3、2、1、でーん。おぉ。向こうなんですけど。でーん。ということで、ちょっとね、この通路なので、
あんまり広くないんですけど、ここら辺は。いいでしょう。この一帯だけ、すごく水色になっていて。いやー、いいですね。このブロックめちゃめちゃ好きなんですけど、僕。結構気に入っちゃいましたね。このプラズマリンレンガと、シーランタンですね。はい。で、まあ、ここまで、こう、トロッコできて、で、こっから、こっちに行きたい場合は、階段で登っていくと、いった感じにしようかなと思ってます。で、今から階段をですね、つけていくんですけど、どうですかね。階段、あ、これプラズマリンレンガの階段って作れるんですか？ちょっと僕あんま見たことないんで、もし作れたらもう速攻でそれに変えようかなと思うんですけど、なんか水色系の階段とかがあるとすごいいいかなって個人的に思ってるんですね。ちょっと見ます。あー、ちょっとまあやぼったくはなっちゃうけど、まあでも階段はやっぱりあった方が圧倒的に楽なので、あ、間違えた。一回とりあえず、これにしといて、なんかもう良さげな、ちょっと後で調べましょう。良さげなブロックがあったら、それに切り替えるみたいな感じにしようかな。で、上の方もこんな感じにしてみました。丸石と置き換えただけなんですけどね。はい。っていう感じです。でね、シーランタンがちょっとね、どれぐらい硬いのか柔らかいのかわからないので、一回ちょっと松明でしてみまして、まあ、後々、もし変えるんだったらシーランタンとかに変えてみようかな、みたいな照明はね、感じにしたいなというふうに思います。どうですか？どうですか？そこの感想。感想一言で。感想一言でお願いします。よし、トロッコ持ってこよう。よいしょー。あ、そうだ。そういえばさ、ここ、まだ手つけてなかったわ。忘れてた。完全に忘れてた。ちょっとここもね、なんか土ブロックとか、あと、ちょっとあれなので、ちょっと囲っときましょうね。ちゃんとね。まあこんなもんでいいでしょう、とりあえずは。でね、あれですね、丸石じゃないですか、ここのゲートも。ここもさ、やっぱり丸石じゃなくて雪原バイオームとジャングルバイオームのゲートなので、なんか雪原バイオームとジャングルバイオームであるにあるなんかネザーに置いといてもとりあえず安心なブロックで作りたいですね。何かありますか、そんなブロック。あったかな、雪ブロックとかで作れるんだったら作っちゃいたいけど、まあなさそうだね。まあなんか探しときましょう。なんかあったかな、まあ、とりあえず帰るわ。境界って解けない、境界で作る。境界で作ろうかな。あ、こことあれですね、近いですね、この辺はね。到着、シーランタン、シーランタン、お出口右側です。シュイーン。さあ、そして、まあ、ゲートをくぐると、海底神殿。いきなりなんだよ。さっきのやつか。では、次のネザーゲートを作るところに向かって、出発進行。あ、物はありますか？あ、大丈夫ですね。出発進行。海底神殿なんか何のそのだ。知らない。もうこんなところ通らなくて済むわけだ。あーばよー。おっさーん。あーばよー。多いね、意外とね。あ、ありましたね。もう多分あそこには寄ることもないし、まあおそらく見ることもないでしょうね、あの島のことをね。うん、こうやってまっすぐ見ると見れないんですけどね、謎にね。よし。わー、だいぶありますね。ということで見えてきました、メサですね。はい、メサの、まあメサら辺にメサーゲート1個作ろうかなというふうに思ってます。で、メサとキノコ島もあったじゃないですか。で、キノコ島とメサの間にちょうど作ろうかなとも思うんですけど、ただそうするとちょっと今度ネザー建築の方が大変になっちゃいそうなので、ちょっと、難しいなというところなんですよね。よし、もうちょっと奥に作りましょう。うん。なので、あ、ここ、もしかして、あれ？あれ？こんなところに、メサ炭鉱あったんですね。へえ、なんか、落ちてるけど、ここら辺に宝箱とか、あったんですかね。いや、わかんないな。気づかねえ。よし。フラグ回収しましたね。ここにしますか？じゃあ。ここにしましょうか。ちなみに、ここは多分、ああ。多分、前回、探索してない二つ目の、ネザー廃墟になりますかね、と思うんですよね。あ、ここにしない？じゃあ良くない？あ、ちょっとこれ糸持ってきてないんですけど、ここいいよね。ここ潜って、あ、こっち側に出てくるみたいな。あ、そうしよう。
よし。じゃあここにネザーゲート作りましょうと。おー、なるほど。ちょっと大きめに作ってみます？せっかくだし。ここのサイズにスポット収まるようなサイズで作ってみましょうか。幅が1マスでも広いだけか、これ。3、4。あ、幅が1マス広いだけですね。そんなになんか、めちゃめちゃでかいっていうほどでかいわけでもまあないわけで。よいしょ。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14個。ね。決して変わらないですけどね。お、いいじゃないですか。おー、メサネザーゲート。で、ここら辺に、後で柵でも作っときましょうか。ネザーフェンス後で作っときましょうか。ネザーフェンス？まあいいや。よし。ここはね、正直ね、どこに出るかね、全くわからないんですよね。すごい不安でしかないんですけど、まあでもちょっと、行ってみようかなというふうに思います。まあ最悪怖かったら、帰ってくればいいだけの話だとも思いますので、まあそんな感じで気軽に行きましょう。それでは、レッツゴー！ひょっ！さあ、どこに出るかな？いいとこに出てくれよ！いいとこに出てくれよ！頼むぞ！頼むぞ！頼むぞ！怖い！出た！なんだここは？重い！大丈夫か？は？ほう。あれ？あれ？ちょっと待って。まずは、囲いましょう。おやおやおや？これは、まさかすぎる展開。パーン。コンコンカーン、クンクンクン。トントン、トントン。よし、できました。完成。よし。まあ、それはいいんだよ、別に。で、問題は、それ何なんだよ、話なんだよね。これは何なんですか？あ、ちょっと開いてる。穴が開いてる。怖いよ。そういうの怖いよ。ちょっとネザーゲート付近なので、とりあえずつけときましょうか。これでもあれでしょ？どうせ、いつも言ってる、いつものゲートなんじゃないの？だと思うんですけどね。そんな、ポン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 、見つかるもんでもないでしょ？だって。あ、やばい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 。やばい。あ、やばいやばい。ちょっと待って、湧いてる。ちょっと待って。え、探索してない場所マジ？嘘。探索してないネザー要塞マジ？どうしよう。これは次回へ続く。マジで。いや、しかもさ、やばい。あ、これやばそう。どうしよう。しかも全然なんかネザートンネルの、わー、めっちゃ見てそう。え、でもあんなに近くにさ、グローストーンあっても、湧くんですね。めっちゃ近づいてきてるじゃん。やべえ。なんか死んでもいいように、体勢整えてからあの要塞、突破しに行こうかなと、ちょっという風に思います。ちょっと、まさかすぎる展開すぎて、なんか、メサのなんか、うんたらかんたらでなんか作ろうみたいな感じの空気じゃなくなっちゃったんですけど。まあ、とりあえず今日は、この辺で終わりにしたいと、いうふうに思います。果たして、どうなることやら。そして、僕が今発見したネザー要塞は、多分新しいネザー要塞だと思うんですけども、どうなることやら、お楽しみに。ということで、モッティでした。また明日！バイバイ！明日どうしよう！マジで！動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。ということでいよいよ明日夜8時からニコニコ生放送の公式生放送に出演いたします。皆さんね、コメントでいっぱい盛り上げていきましょう。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。待つのは勝利か？よっしゃー！それとも敗北か？あー！200隻以上の歴代戦艦が登場。世界の覇権をめぐる物語。本格派海戦シミュレーションゲーム。ウォーシップサーガ。ウォーシップサーガ、ダウンロードは概要欄のリンクから。